いらし初めての方いらっしゃらないですよね。全員倫理にお会いになられてるか、もしくは、まあ、何回かモーニング来られたという方だったと思うんですけども、まず心を先行させるという実践なんですね。それと行いを変える、行い、行動を変える、この実践、まあ、モーニングセミナーに変えられてこの2つの実践なんですけど、特に同感力ということで、まずあの夫婦道、やっぱり一番小さな社会である夫婦、親子、この夫婦親子が仲良くなる。まあ、丸山敏夫先生が昭和20年の9月3日にこの運動を始められたんですが、その9月3日に始められたのが何かというと、夫婦道を書き始めた日が、その日が9月、昭和20年の9月3日の日から、日本の戦後日本の、荒廃した日本をなんとか良くしていこう、そのためには一番小さな社会である夫婦を良くしていこうということで夫婦道。そしてこの万人国の資料に通して書かれているのが苦難観、苦しくて難しいことに対して苦難観、要は苦しいことや難しいこと、苦難、どなたも、まあ、私の会社もそうですけど、まあ、家やら会社、何かこのことさえ解決すればというような問題や苦しいことだとか、いろんなことが起きている。その苦難こそが喜びである、苦難こそ美しい、こういうふうに言われているのが丸山敏夫先生。そして3つ目がですね、恩感力、恩を感じる力で、今森さんの、森社長のお話で森勲という名前に対して、ということでね、で私の明らかとしてね、ね、勲章はですよね。で実は私の名前には今日知念さんがお越しいただいてますけど、知念さん同じで、このあの明らという字はですね、私もあの実は倫理をやるまで名前の意味がわからなかった。知らなかったですね。自己紹介するときに、立つに立つのが早いって言ってたわけで、ちょっと冗談のような名前だなって言って思ってたのは、まあ親に聞いたんですね。で、そうじゃないんだと。で、一つの章にこう音がいっぱいになっている状態、音が満たされた状態、これを一章、二章という状態、これ満たされるという意味らしいんですね。ですので音に自由ということで明らかに名前がついている。で、これはあの大和言葉で苦を旧に置き換えて言葉で苦という、ですから苦難をこそ喜んで苦難に乗り越えていく姿こそ美しい、そこに向かっている姿を苦という、で旧を通り越していくと自由になる。でこれを大和言葉で通という、そうすると反対向き読むと徳が続いていく、つまり苦難をたくさん超えていった人ほど徳がその人に備わっている。まあこういうことでですね、徳という大事なものについて、徳を得るには苦をたくさん乗り越えて、いろんな問題を抱えて辛いこともあるけれども、それを乗り越えていきましょう。そして特に家庭を重視、昨日も少しお話をさせていただいたんですが、家庭を重視、
で、この横は夫婦、夫と妻ですね、ということでですね、今日はあの宮平会長のちょうどですね、私が臨機に入ってちょうど10年になるんですけども、でこういうちょうど10年前これ平成22年に、こう通ってた、これはもうね、臨機を一生懸命真剣に学ぼうということで、こういう通い帳が大阪にありましたの でこういうふうにこう通ってたんですね。でその中で2年目、今から9年前です。で、新都市、新都市という単会にたまたま出張で来させていただいて、その時考案をされてた明るいね、元気のいい、ちょっとお顔が黒い感じの素晴らしい青年がお話されてるなと思ったのは、宮平会長だったんですよ。もうその内容も覚えてるんですよ。確か三重県で遭難されてね、もう本当にね、印象的で。で、なんといっても終わった後に、この小さいね、サーターアンダギー、これをね、あげてきてくれたんですね。でそれが奥様、あれは美味しかったな、2個しかもらえんかった。まあ、それをね、印象的にこれちょうど、ちょうど2月ですね、平成22年の2月に、来させていただきました。で、どうもなんかお顔と喋り方がね、似てるなと思って、お話したら私ですということでしたので、そういうこのね、ご夫婦で仲良く、お医者さんでしたので、ああそうでしたねと思って、懐かしく思い出されました。で、私は昨日話したように、家内とはね、道具でした、ね、妻は。私が稼いできたものを家内にね、あげる。で、お前は俺の言う通り、一切文句言わない。一切口応えをしない。まあ、夫婦喧嘩をしたことはないですから、40年間。まあ、最近は私はいろいろ毎日指導されながら、あなたのために、あなたの人生のために、私の時間を全て取られたのはあなたよ、ということで、ちょっと私、地中海に行ってくるわねとかね、今は世界中から勝手にあちこち行っていますけれども、本当ね、夫婦が大事だな。で、この夫婦の、やっぱり一番小さな、社会である親と子、この親、森さんのお話では職親というか会社を作ってくれた恩人、この恩人と、従業員社員がつながる、この、丸山俊明現理事長がね、お話されたのはつながるという、つながりをいかに作るかということですね。で、この親子、子孫までつながっていく、この縦の流れというのは目に見えない世界ですので、眉が山の中で、森の中でゆらゆら揺れている状態、これは幽界、目に見えない世界。そしてこの目に見える横のところ、これを、現れる世界、見界、顕微鏡の見ということでこう表して、目に見える世界を全、すべて、目に見えない世界はいつ、一じゃなくていつ、すべては一つながりである、こういうふうに表現しますね。で、善一、等体の原理、善一、等体の原理、目に見えない世界が半分、目に見える世界が半分、同時進行している。ですから目に見える現象だけ、今目の前で起こっていることに一喜一憂して揺れていると、目に見えない世界を使えてないまま、でこれは私が最初に人事指導で言われたことです。田畑さんは今会社をね、稼げる状態に仕上げていたという、この目に見える現象の中で生きているから、あなたはいつも問題を抱えながら一喜一憂している。しかし目に見えないこっちの半分の力を、生きる力、
生かしてもらう力を使えてないんだよ。こういうふうに言われます。生かしてもらう力、この目に見えない力、これを恩感じとか恩を感じる親に対して、まあ森さんは本当にあのね、矢田さんと創業者に感謝ができて、そうするとふとこう何にもこう変わってはないんだけど、しかし心がまた自分の持ってるオーラというか、そういうものが変わっていくわけですね。そうするとそれが会社の中で社員にも影響していって雰囲気が変わっていく。ですからその場の空気が変わっていく、こういうことに変わるということなんですね。で、大体皆さんね、あの親とか、お父さんお母さんが、大体ね離婚やらしてる人は自分の子供も離婚しそうになってくる。でこれは大体この因子を持ってるんですね。因子を大体こうずっとつながっています。その因子をこう持ってるんですけども、この因子を悪い因子と、いい因子があるんですが、因子を残しながら悪い因子を変えていくには、親に感謝、先祖に感謝、そしてその先の宇宙の大生命につながる、こうすることによって子供とか孫のにいい影響を与えることができる。そうするとこう立っている流れができていく。つまりこの宇宙太陽を通じてですね、親祖先のじいちゃんばあちゃんぐらいまで 見たことあるけど、ひいじいちゃんひいばあちゃんはあまり見たことがない。まあ見てる方もいらっしゃる、今はね長生きしてますから。ところがその先はもうみんな見たことがない、全て全部神になってるんですね。まあうちの あの家内も神になったら神様って言われるんですよね。そんな神様って上の方に行きますから、あの神様みたいなもんです。もう全て言うことは全部もうありがたい御言葉みたいなもんですよね。神様です。でこの流れ、目に見えない世界にちゃんと仏壇や神棚やまた太陽に向かって手を合わせて毎日つながる。これは私毎日やってるんです。朝今日4時起きて北に向かって、そして太陽が出る方向の東に向かって、でまずは、まあ天照大御神からずっと、拝むんですけど、で、家内が2番目なんです、妻に、ね、で、うちの家内は三つ子って言うんですけど、三つ子さんありがとうございます。でその時子供両親ね、松尾家って言うんですけど、私は田畑ですけどね、松尾家の歌の皆さんは感謝申し上げます。でその時子供で孫で、その時従業員取引先で倫理の丸山敏夫先生は全部言葉出して感謝する。大体20分かかるんですよ。前はね、セットするだけですから早かったんですけど、今これやりますので、大体1時間以上かかるんですね。で、これにつながることによって、どんなことが起きたかというと、一切の不安がなくなりました。一切を受け入れる力を身につけることができたな、こういうふうに思います。で、いろんな問題、起きなくていいような問題、引き寄せなくていいような事故、クレーム、こういうのは減っていくというのは絶対確かにあるな。ですからこの因子の下に心をつけて、オルの子になる、こういうふうにオルの子になっていく。自分をこう毎日感謝して生きていく、感謝する力を身につけていくことによって変わっていくなということをね、実感しております。で、たくさんのご縁でね、こう何か、9年前ね、まさかお会いしてお話にお聞きしてね、あの時のサタンダギーを覚えてるというのもありがたいですね。で、昨日こういう倫理ネットワークっていうのがあったと思うんですが、これ去年の倫理ネットワークなんですけどね、
この表紙の裏に、実はうちの息子が載ってまして、これは息子なんですね。で、これ息子の嫁です。うん、で、まあ、4年前ほどにニューヨークにいまして、まあ、ニューヨークから帰ってきたときに、たまたま家庭倫理の会というところに行ったんです、息子が。で、私は行ったことがないです。あんな早く。行ったことがないんですけど、息子が行ったんですね。で、砂漠緑化隊を勧められた。青年弁論大会と青年の砂漠に行って、砂漠で中国、内モンゴルのところで植林をしてるんですね。で、今はもう50数万も植えて、で、森になってるんです。で、そこに息子が行って植林をやった時に、来たですね、お嬢さんが愛知県の倫理の一家ですね、おじいちゃん、おばあちゃんの代から倫理をやってらっしゃる、倫理一家なんです。で、そのお嬢さんとこの植林の場で出会って結婚したんですね。ですから今日はもしかして早めにお別れになってお一人の方やな、もしくはまだご結婚されてない方がいたら、植林に行くことをおすすめまあこういうね、息子も全部会社に入ってくれて、で、孫もできてるんですね。で、今3人の孫が出てますけども、まあ全て本当にこういう縦、横、十字のつながりが出てきたおかげかな。で、その元になるのは心の在り方っていうのは明るさですね、明朗です。いつも明るい気持ちで会社行くのに、今日会社か、会社のドアを上げて、お前たちの顔をまた見ないかなっていう風に入っていくのと、よし今日もみんなと楽しく仕事をしよう、今日もよろしくお願いします、よし頑張るぞという風にこう思ってドアを開けるのと全然違うんですね。ですからまず心を先行させる。で、丸山敏夫先生が、ちょうどね、お亡くなりになる前に、うち銀座に三越の前に事務所がありまして、斜め向かいに木村屋パンってあるんですね。木村屋パンって明治天皇に桜の花びらをこう上に置いてアンパンを焼いてその献上したその木村屋パン、当時は内田浜尾さんという方が社長でした。経営がうまくいかない、どうしたらいいですかということを丸山敏夫先生に臨時指導を受けるんですね。そうしましたら、まず水を大切にしなさい、火を大切にしなさい、で、小麦粉などの材料を大切にしなさい、従業員を大切にしなさい、お客様に喜んでもらいなさい、こういう5つの指導をされて、で、喜んでパンを焼けばね、おいしく焼ける。いやいやめる人がいたらね、やっぱり美味しくない。だから喜んでパンを焼く人たちを集めましょう。で、この音色、明るさを人に向けたら仲良く、仕事に向けたら喜んで働く、こちらになるということをね、こう教えられていた。で、私もですね、まあ家内にいつも感謝しながらですね、妻にはいつも毎日おはようございます、前はね挨拶したことない、飲むとかおーぐらいしか言うけど、最近はおはようございます、でちゃんと太陽に向かっても、三つ子さんありがとうございます、こうね。で、倫理指導してくれた、林照一先生という方に、ずっと言われて、かなりありがとうございます、今日もよろしくお願いします、こうやってやってるんですね。で、林先生が亡くなる前に8回目の倫理指導を受けた時に、病床にあってね、寝てるところに、高田君、奥さんには朝太陽に向かって感謝してるから、はい、してます、なんて言ってる、はい、三つ子さんありがとうございますって言ってる、これ林先生が言われた通りやってますから、バカもん、そんなじゃダメだ、どうなんですか、三つ子大名人と言えない今、マリアさん、三つ子大名人と言えない、こうやって言ってるんです
で、夫婦、特にね、女の人というのは、やっぱり男とは違う直感力を持ってるんですね。ですので、本当にいろんな的確なね、言葉を言ってくれるんですね。あなたはね、これうちの家内から言われたことがある。あなたは特にね、感情的、すぐ感情的にね、怒る。で、自分の都合で全部ね、人の時間を使ってしまう。自分都合で、でね、相手を悪者にしてしまう。そういう癖があるからね、気をつけてね。で、責め心がいっぱい気をつけなさいよって。わかりました。ね、いっぱいいろいろ注意をされるんですけどね。で、夫婦っていうのは感じるんですね、いつも。で、こんな話があります。まあ、これを最後にして終わらせていただきますが、私、会社、ずっと増収増益でこうやってきてですね、ガンガン伸びていったときにお金いっぱいあるんですよ。まあ、見た目でね、遊んでるなとか、見た感じでお金あるなっていうのは皆さん感じるんですよ。お金を借りに来るんです。借金し、みんなね。で、50万貸してくださいとか、100万貸してくださいとか言って、貸したお金、一切返ってこない。返ってこないですね、見事に。返してくれない。で、ある経営者で、東京の田町というところと横浜に居酒屋さんを持ってる方で、T さんという方がお金を借りてる。2000万貸してほしい。どうしたんですか？いや、ちょっと、いろいろあって、もう4日後に支払いをしないとジャンプすることができずに倒産します。ですから、なんとか貸してほしい。で、銀行は、いや、もうそういう期間は一切貸してくれない。そうですか。で、まあ、お金貸して返してもらえないことで知恵がついてますから。貸さない知恵がどうやったかというと、どういう知恵かというと、確か、お店に奥さんとか息子さんも一緒に働いてましたよね。ああ、働いてます。奥さんと息子さんに話しましたか？いや、高さん、それはない。うちの家内とか息子には言えないと。息子さんとか奥さんに言わないで、僕になぜお金借りくるんですかって言ったら、いや、高さん、お金持ってそうですからって言うんですよ。まずね、申し訳ないけど、奥さんや家族で解決してみてください。それが先ですよ。私の赤の他人のね、第三者である私が何かこうお金を貸したりとかいうような前に、お金はね、家族で解決してくださいって言ったんです。そしたら分かりましたって言って肩を落として帰られました。その2日後、横浜の高速道路、インター、あのサービスエリアの中に、排気ガスをホースで引いて、でガムテープで貼って、亡くなられました。で、翌日お葬式に呼ばれて行ったんですね。そうしました奥さんと息子さんたちがいまして、この保険料で支払いができますって言われたんですね。その言葉がものすごく傷ついてるんです。今でも本当にこの、ね、辛い思い思い出すときね、ちょっと感じます。夫婦とかね、家族で物事を解決できないということほど辛いことはないな。で、もう一人経営者がいまして、この埼玉の方ですけども、工務店やってまして、リーマンショックの後、突然一切の注文がなくなった。で、結構大きな工務店やってまして、受注が一切なくなった。そうすると支払いだけが残った。で、たくさんの支払いの大きな金額の支払いができないということで、お金を借りに来るんですけども、貸せない。そうすると、どうしたかというと、やはり自殺をしようとするんですね。ところが、それを奥さんがですね、キャッチをして、家族たちみんな言うんですね。で、子供たちは、自分が貯金してた結婚資金を全部下ろしていく。お父さんに出す。お父さん、もしかして
自殺を考えてんじゃないの？言って、奥さんは泣きながらですね、あなたは私と裸一貫でこの会社やったんだから、もう一回一からやりなそうよ。そして、ご迷惑かけたところは一件一件謝りまいりましょう。二人で、夫婦で一緒に謝りまいった。そしたら中には怒る人もいたけれども、ほとんどの人が待ってくれるということになりました。で、最後一番大きな支払いがあるところの人は、あんたは腕や技術を持ってる。だから、一からもう一回やり直しなさい。もう遊んでばっかりないで。一からやり直しなさい。うちの支払いが一番最後で。で、必要なお金は私が出してあげよう。ということで、そこからお金を出してもらいました。そして、今もその建築会社はきちんと経営をされています。ということは、やっぱり夫婦がきちんといつも何かお互いに仲良く、お互いにカバーし合いながら仲良くいるということが大事だなということをね、改めて感じております。まあ、私の方はいつもね、あの家内からも叱られながら、訓練を毎日させていただいてますが、まあ人生というのは良かったり悪かったり、良かったり悪かったり、日の出があって真夕があって、必ず夕方が来て深夜がやってくる。必ず登る時がやってくる。しかし登りっぱなしがなくて必ず下る時がある。人生というのはこういうものだ。これを丸山敏夫先生は全国開館の原理、全てこれが良いという考えでいきましょう。ですので、苦境の時は悲観せず喜べ、順境の時は楽観せず喜べ、常に今を喜んで、そしてこれが良いという気持ちをして、すべて縦横十字につながる努力をしていくことによってきっといい人生になる。これが森仙台に通うことに味わうことができるのかなというふうに思います。以上、ここは終わらせていただきますが、この森仙台はぜひ那須、那覇、東電力法人会ますます申し上げまして、どうもありがとうございました。だんだんこう自分がくっついていくと貧しくなる。ですから、自分の利ばっかりじゃなくてガリガリ君にならないように、利他の精神で、己を忘れて利他の精神、目の前の人に物を売るときね、買ってよ、あなた買ってくれたら私ね1枚儲かるんだからって言っちゃうと買ってくれないですよね。あなたのために、あなたのための、あなたの家族のために、こういうふうにやっぱり相手の利他のことを言う。で、やっぱり言葉とか思いっていうのは非常に重要でね、私はヒアシンスの実験したんですよ。で、ヒアシンスで実験しまして、左側はね暗い不平無視無関心、右側ね明るい幸せ愛感謝。で、毎日会社の受付のカウンターに、左側にはバカ野郎で、こっち右にはありがとうってこう言うんですよ。で、毎日言ってね、どう変わるかという実験したんですよ。で、社員のみんなに、君たちもやってくれって言ったら、誰もやってくれ、会長また変なこと始めたこういう感じでね。で、私がバカ野郎ありがとう、バカ野郎ありがとうって言って帰る。で、朝来てもバカ野郎ありがとうってこうやってやってやるんですよね。で、1週間ぐらい経ってですね、ちょっと目が出てね、で、家内が社長ですから、三つ子社長、大病人ね、三つ子社長君はやってくれって言ったらですね、家内があなたはすぐそばに置いといてね、両方に聞こえてるわよで、結局やってくれない。で、2週間ね、20日間やったんです。どうなったかというとですね、こうなんですね。バカ野郎の方は咲きながら枯れていくんですよ。で、ありがとうの方はもう凛として咲いていく。これ見事ですね。ですので、本当ね、ちょっとどことなくバカ野郎の方に、バカ野郎がありがとうの方に傾いてるでしょ。だから言葉遣い、物の見方、考え方、
これをね変えていく、明るくね、明るくでご自分への投資、これをやっぱり常にやっていくことが大事かなと。でやっぱりいつもねこう心の芯ってこうすぐ黒くなるんですよ、こう真っ黒に。でモーニングセミナーに来るとだんだんこう真っ赤に燃えてね、今日赤のペンがありませんが真っ赤にこう燃えていくでしょ、燃えて。で会社とかねお店やら家に帰るともうか氷のバケツに氷が入ってるようにジュッとこうね冷めてこう真っ黒なこの自分の心の焼き鉢をまたね毎週1週間1回のモーニングに来て真っ赤に燃やしていく。で会社に行くとまた氷水にジュッと引き上げてなんでお前たち元気じゃねえのと、もっと明るくやってくれよって言うけど、みんなこの感じまでね。でまたモーニング来たらこう真っ赤に燃えて、よし今日こそはみんなおはようって言ったら、ああおはようございますってまたじわっとね氷水につけられるようなそんな感じです。しかしだんだんその氷もねだんだん溶けていって、そしてだんだんお湯になって、いつも自分が焼き鉢のように燃えてれば、だんだんそこのバケツの中のみんなをね蒸発してしまって明るく元気になっていく。まあそれはやっぱり時間かかりますけど、常に明るく元気を、正しさよりも明るさで、ぜひもう宮平会長は明るさの塊でございますんで、もうぜひ全国で1位目指して頑張っていただきたいなというのもです。どうもありがとうございました。